はい、こんばんは。選んでるチャンネルです。今週の、最新のになりますね。週刊文春の記事、トップの記事はですね、もう皆さんご存知と思いますけど、静岡県裾野市のさくら保育園での、保育士による虐待があったんではないかということなんですけど、題名は、園は私に賠償しろというものなんですね。この私って誰なのかっていうことなんですけれども、このさくら保育園って人気の保育園だったらしいんですよね。はい。で、3人の逮捕されたという、保育士なんですが、まず非常勤の方ですね、小松香織さん容疑者ですね。園児の足を逆さづりにしたりとかですね、カッターナイフで、脅したりとか、あと手足口病の園児のね、できているところのお尻のところを他の園児に触らせるとか、あった虐待ですけれども、やっていたらしいんですね。で、もう一人、三浦幸さんという方は、容疑者、正規職員で9年もらえたようですが、1歳児クラスの責任者なんですけれども、なんか不愛想な方で、スマホを勤務中にいじっていたということなんですね。で、服部理恵容疑者というのは、この方、派遣職員で、この後の2人、小松香織容疑者と三浦幸容疑者に従ってだということなんですよね。これだけ、これで逮捕されたということなんですが、他にもいろいろあったんでしょうかね。で、服部容疑者は謹慎処分、小松三浦、容疑者は、退職勧奨処分になったようなんですけどね。はい。で、そこで園長の、桜井敏彦さんという方も、裾野市から刑事告発されていて、一連の虐待を口外するなと、他の、職員に誓約書を書かせたりしていたということでね、この園長さんがですね、で、隠蔽になるんじゃないかということで、裾野市が園長さんを刑事告発したということなんですよね。本当に驚くお話なんですが、で、その他で、この後の成り行きなんですけど、それで、賠償をしろって、最初にね、園は私に賠償しろと言ったということなんですが、三浦幸さんという、小松容疑者ですね、この方が、まず三浦さんがですね、弁護士さんを立てているということで、園の方に。で、退職勧奨処分を受けたからですかね、車のローンや家のローンなんかを賠償しろと言ったり、再調査を求めたりしたようなんですね。驚きますね。しかし、どの程度これが本当だったのかどうかっていうのも、確かに、テープレコーダーでもしてないとちょっと分かりづらいのかどうか分かんないんですけれども、はい。で、あと他には愛子さまの話がありました。学習院をですね、愛子さまは、授業を登校ゼロということか、題名がね、本当ですかね。ハート型ペンダントの衝撃ということでね、愛子さまがハート型ペンダントをしていたということで、なんかあったようなんですね。あとの詳しいことは、週刊文春を、読んでくださいね。はい。それではまた視聴してください。チャンネル登録お願いいたします。